ルギ君なんで手錠持ってるんだろう。待って、グレグレ手錠説明してくれ。この焦げ付きだけ殺す。あと今度やるのか。やるのか。120分嘘で。じゃあマスカラになりましょう。やっぱオンタイム8時からだからオンタイム出勤になる俺。5分前到着。体験中。え、なんか刺さったんだけど、なんか俺今体験中に刺さった。なんか今攻撃された、変換に。ちょ、俺ちょっとタバコ屋に路駐しようかな。いやー、店長笑ってんじゃないよ。ちょっと俺今から警察犬警察犬警察体験行くんですけど、いいですか。ちょっとこの駐車場借りて。何笑ってんのマジで。真剣に今日の街の平和守らせてもらいます。まあさすがに警察官は真剣じゃないとは。はい、まあ、さっき今警察官ちょいい感じに噛んでたし、もう警察犬っていうのと。俺K9 シェパードK9 シェパード K9 シェパード。いや無理っすよ俺マジで。お、あれ、おう、剣よろしくお願いします。おう、よろしくな。あれ警察戻ったんすか。あ、追い出された BMC は。あ、そうなんだ。あ、冗談だ。早く納得するの早いな。はい。ストレート行ってきますね。頑張ります。こんなとか3日目、体験3日目やらせてもらいます。焦げ付き剣です。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、お願いします。お願いします。よろしくお願いし、まあまあ、そうします。はい、どうも。名前見さして。はい、体験中新人熱血警官焦げ付き剣かっこ真剣。すんごいかっこ多いな。いやいや違う、お前真剣じゃない。真剣と書いてマジと読む。まず怪我してるわけではない。マジと読んで。違うす。マジと読んで、マジと読む。ちょっとオーラのある歩き方をちょっと研究してたらちょっと怪我しまして。ちょっとじゃあ、はい、一回持ち物検査してから中に入ってもらいますね。わかりました。じゃあなんか銃とか持ってたりしたらいけない。いや、持ってないです、持ってないです。あ、一回ちょっとポッケを閉じていただいても。はい。大丈夫。スルギ君ってさ、はい、なんで手錠持ってるんだろう。スルギ君なんで手錠持ってるかな。あのミンドリーさんには一応あの言ってるんですけど、うん、ちょっとあの銃持ったりとか俺車盗んだりとかしちゃってて、はいはいはい、ちょっと血迷って頭おかしくなってて、はい、あの実は銃買ったりとか車盗んだりとかして、はい、それを一応ミンドリーさんに自首したら、はい、一応体験はやらせてもらえるってことだったんで、その時の名残ですね。名残で手錠を持っちゃったと。はい、でも人殺したりとかはしなくて、はいはいはい、血迷った結果結局何もしてないって感じなんです。誰も傷つけてなく手錠を持ってると。はい、その時の名残ですね。なるほどなるほど、なるほど。じゃあそうです。一回じゃあちょっと閉まっていただくことできますかね、手錠とか。どっかにですか。あ、車。あとかまあ押収してもいい。大丈夫ですかね。わかりました。はい。過去一ドッキリしたわ。過去一胸痛なったわ、なんか今。ちゃんと正直に言ってるはずなのに。頼からないやん。いらっしゃい。あ、ちょっとガレージ使いに来ただけです。タバコを買ってきなよ。いや、すいません、ちょっと俺今警察の仕事があって、すいませんね。お前100点だな、これやるわ。お、ありがとうございます。はい、ちょっと待ってください。本当に殺したい相手を殺すときに使いなさい。ありがとうございます。ありがとうございます。一応今から持ち物検査あるんですけど、これ一回持って。あ、俺にもらったって言え。オッケーす。ちょっと待って、おい、手錠しまったら新しいやつ出てきたで、今度。ちょっと何も言わないで見せてみよう。すいません、はい、お待たせしました。ちょ、オルカもちょっと来て、上官でしょ。どうした。いや、つるぎくん体験3日目来たんだけど、うん、手錠持ってたんだよね、なんか。はい、どこで手に入れたんだ、それは。手錠は買いました。悪い大人からもらったとかじゃないのか。なんで手錠買ったんだ。あ、悪い大人から本当に買ったのか。違う、多分買いました。ガンライセンスは持ってるか。ガンライセンスはミンドリーさんに全てを告白した時に一緒に取りに行こうっていう話になりました。全てを告白したということは、ミンドリーは手錠を持ってることを知ってるということか。そう、僕が悪いことして銃を持ったりとかして、でも誰も傷つけてないんです。やばい、英語が分かんなくて分からない。いや、なんで手錠を持ってたんかって言ってます。なんで手錠を持ってたんだ。何に使うの。
いや、使う予定だったんですけど、思いとどまって。使う予定？使う予定？どういうことだ？違う、みんどりさんに。違うんです。いや、いい、ゆっくり話せ。そうだ、取り調べ室。あ、来た、取り調べ室。取り調べ室。やった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 。この町でな、手錠を持っていいのはな、警察官とストリップバーの店長だけな、はい、なるほど。うわ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 、活動ありますか。まあ一旦座れよ。はい、すべてを話させていただきます。ああ、話してくれ。ちょっと僕一時期血迷ってしまいまして、復讐心に燃えて、復讐心というものが芽生えてしまい、ある人物に報復しようと考えていたんです。報復？ああ、僕なんかチラッと聞いたぞ。なんかされたのか。それの件に関してはもう解決済みなんで、一回スルーでもいいですか。オッケー、それはもう解決済みなんだな。で、その時に僕は銃刀法の犯罪をし、はい、なおかつ心なきの車を盗みました。なるほどな。でも俺は警察再建最後までやりきりたくて、結果解決してその物事は全部使うことはなかったんですけど、でも警察体験がどうしても最後までやりきりたくて、でも俺が罪の意識はあったんで、ミンドリーさんに電話して、こういう銃も持ってるし車も盗んだんですけど体験してもいいですかって聞いたんですよ。ミンドリーにな。はい、ミンドリーさんに電話で、うん、そしたらその時じゃないと捕まえられないから、あー確かに現行犯じゃないと、現行犯じゃないと捕まえられないから、あのもうしょうがない、今度ライセンス取ろうっていう話と、また体験してもいいっていう、合否はどうなるかわからないんですけど、まあ、やりきりたいってことだな。体験は、体験は、はい、最後までやっていいと許可が出たんだな。はい、はい、手錠はその時に買ったものということか。あ、そうです、血迷ったと、復讐の時に血迷った時に、はい、ただ今そのミンドリーに連絡した後に買ったとかじゃないんだな。違います、持ってました、その持ってることを忘れてました、完全に。なるほどな。で、合否はどうなるかわからないけど体験はしますか。そうだな、お願いします。一つがだいぶ不利なポジションだぞ今。はい、取り返せよ。わかりました。先に手錠を押収するからな、あと銃刀法違反切る。あ、もうね、しまってきてもらったから。じゃあ、あ、ほんと？え、待って、グレー。え、グレー、この手に持ってるもんなんだこれですか。これ9位か。これ BB だな。一回座れ、ちょっと待って、一旦座ろう、はい、復讐にグレーも使おうとしたの。手錠説明してくれ。これ BB弾入ってます、ね、なんで今取り出、今なぜ取り出したのか教えてほしい。なんで手にまだ持っている。今なぜ取り出したんだ。じゃあ BB 弾だったらちょっとつるき君に一回投げてみる。ちょっと痛いくらいで済むと思うけど。あのこれ、なんでこれ、あのこれすごいみんな困惑すると思うんですけど、うん、あの俺さっきあの手錠マルンさんにあの戻してきてって言われて戻してたんですよ。はい、そしたら何の噛み合いか分かんないですけどキャップにもらったんですよね、これ。もうそれはもう、はい、キャップがもう、はい、もうこれすごい噛み合い方してキャップにもらったんです、これ。いや、びっくりした。それはじゃあ次は悪くないわ。何も悪くないぞ、はい、お前は、うん、それは悪くない。ちょっと後そっち行かないでくれ。あの体験が終わったら破棄しておいてください。募集して、はい、え、じゃあそれキャップからもらった宝物なんでいいですか、持ってても。大丈夫、後で警察になったらまた返してあげるから。わかりました。うん、次もうこれからは白市民として行きたいのか黒で行きたいのかどっちか教えてほしい。そうだな、こっちとして今の。いや、白市民で行きたいです。本当だな。はい、じゃあミートってなんだ。ミートパイの話だ。ミートゥーね。ミートゥー、これシャッターファックアップやね。じゃあ体験3日目行こう。頑張ろう。よろしくお願いします。その懐の深さ感謝します。切ってない、銃刀法切ってない。あの銃刀、あ、今銃刀法ですか。一応けじめじゃんじゃない、これ一旦これでやっとくことによって。いやー、前科ついたー。あ、じゃあ初犯半額だ。何やってんすかこれ。これは何なんだろう。あれ、衛星ついてないんだ。オッケーオッケー、じゃあまず衛星つけてからちょっと話しましょうか。ちょっと待ってね、衛星だけね。オッケーオッケー、うん、衛星なしでほら、あのそういうのダメだから。うん、オッケーオッケーオッケー。衛星なしでそういうのってダメなんですね。まあ自分を守るためにね。そうそう、自分を守るの大事ですからね。ボートだよさん。うん、これダイオダイオです。はい、あのすみません、あのマジでボートしてました。これ応援。あ、ボートだよってことですね。7167。ボートだよでボートしてたってことですか。あ、そう、ボート。島外で薬を売ってる通知らしいんですよ。
ここアンブレラアジト周辺らしいんですけど、アンブレラの人以外が売ってるとなる、その薬の通知が鳴ってしまったらしくて、いたのがスノタだったんですよ。回数あ、はい、そうなった。そうなった。で疑われちゃったってことですね。明日がいない。じゃあ衛星つけたら同じこと言うね。じゃあちょっとみんな、あの一旦定位置に戻りましょう。定位置、衛星つけたら僕らここにちょうど来たみたいな感じでやりたいらしいです。なんだそれ。なんだそのやらせは。みんないいらしい。アクション。そこの犯人、薬を売ったらしいな。爆心。何をしとるか。こらー、こらー、薬を売ったのか、はい、ここで、いや、あの、そうそう、ここでアンブレラ以外のやつが薬を売ったという通知が鳴ったらしいぞ。やりますか、やりますか、やりますか。ちょ、ダメだ、ダメだ。待って、僕の供述を言わせてください。僕を聞いてやろう。ええ、衛星をつけずにトイレに行ってる間にこうなりました。1000いくら切った？衛星をつけないでトイレに行ってたらこうなりました。これ？うん、100点でナス勇気。トイレに行ってる間に薬を売ったっていうのかい？売れるわけねえだろ。そんなんで信じると思ってんのか警察が。おお、じゃあクリニック持ち券押してやりなさい。持ち券行きやす。はい、手錠。こら、お前見るぞ。あ、手錠来るのこれ。ああ、ちょっと持ち券って、あれ、手錠来るの。マシンピストル持ってる。今脳の回転がやばくて、あ、そう。これ、取るすか、奪うすか。鉄をストラップもあります。鉄をストラップは大丈夫だ。おい、それだけは絶対、それだけは絶対に奪わないよ。マシンピストル取りますよ。ダメだ、鉄を、ダメだ、ダメだ。押収タイルかい。で、これでどうします。殺します。絶対に鉄をさん取っちゃダメだぞ。はい、これで どうするんですか、この後は。ありがとうございます、応援ありがとう。じゃあもう、とつかめます。大丈夫かい。あと車も調べましょう。車調べる。了解。手錠を外してあげて。逃げるなよ。もうだな、逃げるなよ。このブツを隠すなよ。隠すなよ、ブツ。ヘビーカッパーとグレンゲート入ってるぞ。おーい。あー、押収だ、バカ野郎。で、これでカバン、これもう一回見ますよ、俺。これ体の中まさぐって、したらこの中に手品みたいに入ってる、多分。入ってねえよ。入ってるわけないだろ。おい、ダッシュボードにヘビヤマがもう一枚入ってるぞ。おい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 。え、待って、え、なんで？マジシャンみたいなことしてんな。マジシャンだな。あー、なんかもう、で、これでもう一回持ち物検査して入ってんじゃねえか、これ、まさか。入ってるわけねえだろ。マジシャン。探ってみなさいよ。とりあえず。これ化粧スレじゃない？鉄をストラップだけしか入ってない。この車乗ってきたんですよね、ダイオさんは。あ、そうだ、この車だ。じゃあ、道路交通法、無免許、銃刀法だけ切ってあげてください。押収いらない、押収いらない。ちょっと待ってくれ。なんだなんだ。ちょっと待ってくれ。答えてくれたので、公務執行妨害は切らないであげてください。なるほど、確かに。ちょっと待って、お前らは運転してるところを見たのか。君、自分で乗ってきたって言ったじゃないですか、今。はいー、アイロンパワー。お願いします。ナイスです、イノラン先輩。言ってしまった。はい、任せてください。アイロンパワー、管理しやがれ。あー、もうやばいわ、トイレ行ってる間に。このスーツのお兄さんと何を話していたんですか？え、いや、まだかなーって。じゃあ自分の代わりに話しかけてあげましょう。はい、話しかけたらやべえんじゃない？俺が話しかけますよ、じゃあ。うん、オッケー。そういう汚れ仕事は俺がやりかしてもらいます。やべえだろ。俺話しかけれないっすよね。ん？話しかけれないっすよ。あ、お前これから戦うことになるぞ。あ、違うっすね、15、あ、書いてるっすね。待たないといけないって。15分。はい、15分待たなきゃいけないんだ。クールダウンにしてんな。15分待たないよ。本当だよ。ちなみに40分前からここに待ってたんだよ。そんなのタイヤ下ろすかい、そんなことが。トイレとかご飯食べてたんだよ。じゃあここで変なやつ見かけなかったか、逆に。あの、ごめん、君の近くにマジでいたらしいぞ、悪いやつが。ごめん、それはマジで分かんない。それを吐けばちょっと許してやらんこともないかもしれない。いや、あの、マジで分かんない、マジでその間記憶ない。それのせいで今回銃を失った。あなたは捕まりました。うん、分かった、とりあえず。でも、どうまいです、それだけ切られて今日は終了で。とりあえず分かった、この焦げ付きだけ殺す、後で。今度やんのか、やんのか。ばい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 。お前、自分の立場がどういうところだか分かってんのか今。ああ、分かってるぞ。殺すなんて。銃を使わないと殺せない警官など弱っちゃう。銃じゃなくても殺せるわ。おお、やったるか、じゃあ今ここで。おお、タカさんナイス。よし、じゃあ帰りましょう。はい、はい、お願いします。はい、ありがとうね。ありがとうございました。うん、ごめんね、話しかけちゃって、タイミング悪かったよ。タイミング悪かったよ、ほんと。よいしょ。よっ、やべ、落ち着けよ。大丈夫、ゆっくりでいいよ。よーし、ちょっと、おーしよ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 し
練習の成果出たね。いや、出ました、ありがとうございます。出た、それ高めていきますか、技量。いいね。おい、警察署襲撃だ。警察署襲撃、警察署襲撃やってる。え、誰、どこっすか。え、マジやん。撃ちますよ、撃ちますよ。チョケです。心なきが侵入してきました。チョケかい。チョケじゃない音してるぞ。行くしかねえ。大丈夫か、大丈夫か。サブロー。いやー、剣、剣は危ない。やばい、剣が持ってるぞ。やめたわ。帰ってきたら何、何やったの。キャンプファイヤー、キャンプファイヤー。一旦何、一旦何、猫ちゃん、うん、ただいま、猫ちゃん、ただいま。大丈夫ですか、いないですか、この中に。サブロにスライキー対応やってあげて。なんかいるな、なんかいるっすよ。燃えるぞ、燃えるぞ。やばい、火の海だ。すごい、嘘みたいに燃えてる。大丈夫か、これ中にいるんじゃないですか。おい、やめろ、お前バカか。やば、熱すぎる。おい、バカか、お前は。何を投げ出すんだね。なんであいつ自分から突っ込んでったんだ、火の海に。これ助けてあげられない。どこ行ったのあれ。大丈夫だ、大丈夫だ、助けに来たぞ。燃えただけです。助けに来たぞ。何してんだお前は一人で。いや、中から人の声が聞こえたんです。聞こえてねえよ。いや、なんか中に人いたんですよね。いないか、中に人いた今。やばい、なんかちょっと燃え広がってる。燃え広が、誰がこんなことを。自分から燃えに行ってるやついたな。いや、助けに行かなきゃ。なんか誰かを助けに行こうとしてる。あなたですよ、助けが必要なのは。これだけに借りるから。すいません、人が死んだったのにな。笑わない人、変な人が倒れてしまいました。で、まあ、俺につけたの。すいません、つるりくんも。いや、けどしました。いや、そういうのしてない。なんで死んだの。ゴツゴツしてない。ねえ、違う、めっちゃそこへゴツってるのに継がんかった。こっちが本物ですよ、もう。退勤中はテーザーガンで撃たれてもあんま言えないらしいよ。え、どういうことですか。あんま言えない。え、あんま言えないらしい。まあ、言うことも可能だけど、まあんま言えないらしい。言えないってのは、あんまりなんかその深刻性みたいな。へぇ、そう、オッケーっす、オッケーっす。全然言うのみんな。なんでちなみに頭、なんか前と髪型変わってるよね。あ、そうですね、今あの気合い入れてるんで。あー、なるほどね。はい、坊主で。なんか伸びたら多分あれみたいになるよ。なんで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 、これこうやってやらないとならないでしょ、だって。どうなんだろう、こういうのにしないと。こういうのにしないとならないか。ロフトかな、多分。はい、了解。つるぎ、え、よくわかったね。うん、髪型ポリスです。修理お願いします。はい、任せてください。はい、あった、警察だったんか。あ、こっち、あの、新宿に対応してもらう。ナシマさん、ドリ君、警察だったの。警察再建中3日目ですね。でも多分落ちると思います。なんで今日出勤した時に手錠持ってました。全修理でいいですか、ね、これダメなの。あ、結構ダメか、まだね、全修理で。警察受かったら何の、ちなみに。警察受かっ、おかえりなさい、おかえりなさい。そういう弾じゃないだろ、こっち側だろ、君は。そうなんですかね。そんな、なんかナシマさんに言われたらなんかどうなんか、ちょっと怪しくなってきたっすけど。こっち側、こっち側だと思ってたけどな。でも警察官も警察官で結構血の気がある人多いんで。まあ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 、まあ、大変そうだし、ね、忙しそうで暇はしなさそう。忙しいの結構いいですね。あとやりがいもいっぱいあります。分かるな。ラーメン屋やれんの、警察なって。警察さん、待って、そうだよな。いや、やめて、あんま左右されないんで、僕そんな今の発言に責任取れないからね。俺ラーメン屋が一番やりたいんですよ、正直。キムではあるかもね、見てると。でもあれですよ、でも警察やったらスープもうまくなりそうじゃないですか、人生の分厚みが上がって。そこにあれなんだ、反映されてうまくなるんだ。あ、そうです、そうです。あの、人生の分厚みを一応上げようとしてて。だからどっちで行くかだよね、そのさ、家系というかさ、はい、家系で行くんだったらやっぱギトギトした方がいいんじゃない。そうですね、家系で行きますよ。やっぱギャン。警察だとやっぱあれだよね、上品なあっさりだよね。警察あっさりなんですね。いや、俺あっさりのラーメン好きじゃないんですよね。わかりました。普通の、その普通の味料金で。どっちだろうね。はい、まあでも、どう紡ぐかは君次第だと思うよ。OK です。いや、一旦はとりあえず、警察で人間としての分厚みを上げるために今体験させてもらってるって感じです。体験はね、必要だ。敬礼早。はい。お、早いですね、でも。え、また、ラーメン屋できたら見に行くから。あ、わかりました。よろしくお願いします。うん、
に僕の素性はあの修理終わりました、ありがとうございます。伊藤に聞くといいよ。素性は誰ですか？伊藤、黄色いお面の伊藤ってやつ。お、ペインさん、素性聞きます。聞きたかった、聞くといい。はい、わかりました。え、ユニオンの地下でめっちゃかかってました。あの、で、今下ほぐつきさんにありがとうございました。失礼します。ありがとうございました。ありがとうございます。これで物を返却しないとですね。そうだね。もう2時半なの？うわー！まだ24時ぐらいだと思ってた。いやいや、俺全然気にしてないですよ。あ、待って、ナイス。早く感じ、痛いなぁ。ルワンダから手錠してほしい。オッケー。これとも、じゃあこっ、あ、待って、俺も歪んじゃった。あ、ありがとうございます、ありがとうございます。俺、ペインさんに話があるっす。どうしたの？二人きりで話があるっす。ナシマさんが、はい、伊藤は俺の過去を知ってるって言ってました。高速横の方はね、やっといたよ。伊藤は俺の過去を知ってる。はい。なんでそのナシマと話す機会があったのか。ありました。どういうタイミングでだ。ガレージで車直してたら警察の話になって、伊藤は俺の過去を全て知っているって言ってました。教えてくださいで教えてくれるって言ってました。聞けばナシマの過去か。はい。すまない。これはトップシークレットなんだ。でもナシマさんが言ってたのに。売ってるとこの近くに警察いるよ。私、それ私。言えない理由がある。殺せ！なるほどっすね。近くにいるんだけど。待ってくれ。人が見えない。ペインさんを困らせるわけにいかないんで。一言だけ。一言だけ？それはいいんかい。バイクがあるかも。PDF。PDF？ PDF だ。そして、WAV。WME？ WAV だ。PDF WAV。 ありがとうございます。ちょっとなんか危ないけど、どういうことだ。ナシマさんには PDF なんですね伝えて、最後に締めにだ、はい、WAV と伝えろ。 PDF WAV PDF WAV PDF WAV。 待て、車で、はい、これは本当にスーパートップシークレット。どこにいるんですか？マジで誰にも公開するな、これは。 PDF WAV PDF。 声でかい。声がでかい。あ、大丈夫です。あの、俺小声がめちゃくちゃ声でかいんですよ。あ、そうなんだ。そうなんです。了解です。まあ、PDF ということですね、ナシマさん。最後に句読点みたいな感じで、はい、WAV みたいな。あー、OK っす。トランシーバーでオーバーって言うだろ、最後に。なるほどっすね。こんな感じで WAV って言うんだ。それとベンザカバー的なノリで、とりあえず。あ、そうだ。そうですね。それとベンザカバー。こんな感じだ。すまない。詳細はトップシークレット。OK っす。じゃあ、WAV の鍵を開けた先に PDF があるんですね。そうだ。まあ、これは、トルギ君が、もし警察に入った場合、はい。と、インドリーの許可を得て教えるよ。わかりました。ありがとうございます。今話せるのはそれだけだ。わかりました。いや、いいこと聞きました。まあ、ナシマにこれから何か聞かれたの、ペインが答えてくれたかって言ったら、はい、PDF で WAV ですよね。答えてくれた体でいくんすね。あ、そうだ。了解っす。了解っす。これなんかバイク押しちゃっていいのかな。キャラじゃないから、おい、置いといていいかも。おい、なんで見せつけてくんだ。髪短くなった。はい。屋上それだけ。遠く側は、うわー、ごめんなさい、危ないよ。ナイス。それで鳴らすか。オッケー、そうそうそう。あれ、これでピポピポ。車から倒したいね。ここね。うんうんうん。コンキューラから撃たれた。いいね。さらに消す。目入った。あ、目に入ろうか。目入る、了解。あ、みんな入ってるところ。了解。ここキャモジェットの中、了解。じゃあ、僕の方にいる。インパウンドの方まで走って。あ、今アーマー来てる。来た？今アーマー来てる。オッケー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 。ぶつかって、こかして、うん。で、降りて撃つみたいな。車になってちょっと動けないな。疲れ。あら。でもなんか陽動っぽい。逃げ。なるほど。これこそですね。オッケー。分かったぞ。よかった。いや、ナイスアイジェル。で、今。ナイス。死んだ。後ろもいるな。これ逃げた方がいいか。これ仲間か。これもう片方の方行きますか。オッケー。これもう帰ります。とりあえず一旦。ジェット機の仲間だいる？ジェット機の仲間がいると思う。一番奥。帰るで、オッケー。はい。うん。波署に行くか。オッケー。サブロー呼んどいてよかった、マジで。黒のタイラントの横、まだ一人いる。中一人いるよ。なんかこれ、ブレ入れたらあかんかな。うん。
それに従っていっていいよ。わかりました、安全点でいきます。歪んだら言ってくださいね。あ、歪んだかな。ダイエー、あ、豆腐どっか売ってるっぽいわ。え、なんか喋り方、え、一番上にいます。もう火覚えのある喋り方だな。ダイエー、腕がもげた。え、いえ、お前、おい、クソローです。俺の同期のあいつじゃねえのか。うーわ、武器めっちゃ持ってる。お前どうしまったんだよ。なんだい、今なんで警察になったかい。行ってます、今向かってます。同期だと思ったのに。では請求書から切らせていただきます。サブどっか行った。あ、サブいる、オッケー、行きますよサブ。いいよ、おしまいです。了解。すごい、え、なんか長い家名前。チャルロセイ、千葉30の上。チャルロセイ、チャルロセイ、マジか、行き急いでるなお前。わちの人生だい、これが。どんな状況、もう収束しそう。わちの人生か、久しぶりだい。久しぶり、こんなことで。うわ、なんか顔つきも変わってる。久しぶりだい。自分の真上、悪い感じになってる。変わっちまったよチャルロセイ。わちは悪の道を選んだい。うわ、じゃあちゃんと殺してほしいから送ろう。60分で行くわ。60分でだったら60分でわしが構成すると思うのかい。じゃあ120分。嘘です。構成しますから60分で。じゃあ了解。まだやってるな、これ2周目もあるんですよ。急がなきゃいけなかったのか。あ、全然大丈夫だよ。まあね、飛行機をね、はい、飛行機を、飛行機がね、出たから、はい、なんか助けて、何人護送してる警察いる、助けて、患者の声がする。これ終了だよね、1万27。27は終了。あ、終了だって。終了かい。